海上自衛隊第一十化学校で保管中の春風春風は海上自衛隊の護衛艦。春、風型護衛艦の一番艦。旧海軍の上風型駆逐艦。春風、上風型駆逐艦。春風に続き、日本の艦艇としては三代目。春風は昭和28年度高型警備艦1601号艦として、 三菱造船長崎造船所で1954年12月15日に寄港され、1955年9月20日に浸水、1956年4月26日に収益し、佐世保地方隊に編入された。1957年4月1日、第二護衛隊軍に帰還として編入。 1958年1月14日から2月25日の間で練習艦隊による海上自衛隊発のハワイ方面への遠洋練習公開が実施され、機関として参加、同年8月6日から10月10日に行われたハワイ、北米方面への第2回遠洋練習公開にも、機関として参加している。なお、同年3月に行われた、 定期修理の際に5インチ砲用射撃式装置をマーク51からスイスコントラバス射精射撃式装置に換装している。また、同年4月1日付で第1護衛隊軍に機関として編入され、低傾向が横須賀へ転籍となっている。1959年1月20日から3月20日まで、三菱重工長崎造船所において、 大規模な兵装の回収が行われ、後部の爆雷投射機4機、爆雷投射機上1乗を撤去し、マークに単魚雷落ち射機を両元に、各1機装備。対戦アクティブソーナーを、クバから S S、SQS-11A に、パッシブソーナーを、クダから、SQR-4、SQA-4 に換装した。また、敵味方識別装置の新設。 電子戦装置を、オルルマイナス3からオルルマイナス4へ乾燥し、戦闘区画書室への冷暖房通風設備の新設などの工事が実施された。1960年2月には、洋上給油装置が装備された。1961年2月1日、第2護衛隊軍に機関として編入され、定傾向も再び佐世保へ転積。 1967年3月にソナーを SQS-30 に換装した。1969年10月15日、佐世保地方隊に編入。1971年2月1日、両艦、雪風と共に第3護衛隊軍令下に新編された第12、護衛隊に編入。なお、両艦が、護衛隊を編成するのは、これが初めてであった。 1973年12月16日、第12護衛隊が廃止となり、第1潜水隊軍に直轄艦として編入され、低傾向も暮れに転籍となる。潜水艦訓練の支援任務に従事するため、艦備の爆雷投射機、爆雷投下機場を撤去し、訓練魚雷用集ダビット、魚雷搭載用課題などを設置した。1981年3月27日、 特務官に種別変更され、関席番号が ASU-7002 に変更。1985年3月5日、除籍。2001年11月まで、海上自衛隊第一熟課学校に特設桟橋として、軽流保管されていたが、塩外による痛みが著しく進行したため、売却され、同月19日に同地を離れ、解体された。ありがとうございます。